私たちが明日を生きる上で勇気をくれるような言葉だったりとか、私たちが本当に素晴らしい人生を生きていくためにこんな言葉に出会って、それが心の支えになっていくってことがよくあると思うんですよね。私たち毎日を一生懸命生きてるからこそ、壁にぶつかったり、なんでもっと幸せになれないのかな、なんでもっといい人生にならないんだろうって思うことはありますよね。そんな皆さんにぜひとも、希望が湧いてくるような、そんな言葉や偉人や人生を紹介してみるコーナーになってます。ぜひともお付き合いお願いします。今日はですね、本田宗一郎さんの身の引き締まる本当に素晴らしい名言をご紹介させていただきたいと思います。挑戦した後の失敗を恐れるな。何もしないことを恐れよう。すごい言葉ですよね。何もしないことが一番怖いんだ。挑戦した後の失敗を恐れちゃいけないんだ。いや、もちろんね、失敗って怖いんですよ。本当に。私たち失敗したくないじゃないですか。特に今なんか、格差社会がこう生まれてきてるので、何かに挑戦した結果、例えば財産を失ったとして、もう以前のような安定した生活には戻れないみたいなリスクをわざわざ取れるかって言ったら、相当難しいことですよね。例えば、今、トヨタとかパナソニックとか大きな企業に勤めている人が、一念発起して挑戦。自分で事業を立ち上げてみた。自分でビジネスをやるんだって。やってみたら、ね、本当に私が会社作った時みたいに、もう詐欺にあって、会社を作った翌日にもう詐欺被害にあって400万円ドブに捨てるみたいな、そんなこともあり得るわけですよね。で、そこから本当に運よく這い上がってこれる人はいいですけれども、元のような安定した生活を全部捨てて、なんかこう一家離散してしまうんじゃないかとか、本当に運にも見放されて、ご縁にも見放されて、もうあとは借金返済生活を一生していかなきゃならないぐらいのリスクを取って挑戦できるか。なかなか難しいですよ、ね。でも、よく言われるんですよ。本当に、人生はチャレンジが必要だ。挑戦が大事だ。でも、そのリスク、取れますかね。なかなか、今日の自分だけで考えてると、難しいところってありますよね。でも、人生は、今の自分の実力だけでは、考えない方がいいんですよね。今の自分の実力で考えると、まだまだ実力もない、人脈もない、お金もない、何の根拠もない、バックボーンもない、後ろ盾もない、環境が整ってない、いくらでもできない理由を言うことができます。でも、人生って一歩踏み出すから、挑戦するからこそ、失敗を恐れずに挑戦するからこそ、できるようになるってことがたくさんあります。ね、私たちってできる準備が整ってからやろうとするわけですけど、それ全く真逆で、できない時にやったからできるようになる。自信がないからこそやってみたら自信が湧く。自分のことが好きじゃなかったけど、やってみたら自分のことを好きになれたってこといっぱいあると思うんです。本田宗一郎さんはまさにそんな生き方。生き様を私たちに教えてくれるわけですよね。私先日一冊の本に出会って、人生で後悔することベスト20っていうそういう本だったわけですけれども、20個私たちが死ぬ前に何を一番後悔するのかということを、その看取りのお医者さんが、いろんな患者さんと接していくうちに、で、そして亡くなる直前の患者さんともお話をしながら、人生で今後悔していることって何ですか、どうしてもやってみたかったことって何でしょうっていう、何百人、千人単位の患者さんと接していく中で、そのベスト20にまとめたという死ぬ時に後悔することランキングというものがありました。そして、その中のダントツ、ダントツ、圧倒的に1位が何だったかというと、私たちが死ぬ時に一番後悔するとこは、あの時チャレンジしとけばよかったっていう後悔なんですよね。ベスト20の中にあれをやらなきゃよかったっていう後悔はどこにも入ってなかったんです。これすごいことだなと思いました。もちろんね、やった結果大失敗をして、なんでこんなことになっちゃったんだってこともあり得ます。けど、死ぬ時に一番、ああ、もう一度人生をやり直せるなら、なぜあの挑戦をしなかったんだろう。なんで周りに止められたかだと言って、あの時一歩踏み出さなかったんだろう。あれ、やりたかったはずなのにっていうことを、私たちは一番後悔するそうです。ビジネスやってみたかったな。講演家に
なってみたかったな。人前でものを一生懸命教えたかった。そういうものを作りたかったとか、そういうことを全く挑戦せずに、無難を選んでしまった。無難に無難に、ことなかれで何もないってことを一番の価値にして、安定が一番っていう人生を歩んできちゃったけど、本当に良かったのかなって、それを一番後悔するそうなんですよね。それを、本田宗一郎さんは、まさにこんな風に戒めておられる。何もしないことを恐れよう。人生は安定を求めちゃいけない。生まれた時から人間は不安定な状態で生まれてくるんだと。いや、私たちってお母さんのお腹の中を通って、お母さんも命がけ、私たちも命がけで、実に不安定な状態でこの世に生まれてくるわけですね。しかも生まれた後の私たちっていうのは実に不安定。お母さんにおっぱいをもらわなきゃ生きていけないし、おむつを替えてもらわなきゃ生きていけないし、そのおっぱいやミルクだって口元までおっぱいや哺乳瓶を持ってきてもらわなきゃ飲むこともできない。本当に不安定で不完全な状態で生まれてきてるわけですよね。でもなぜか大きくなるにつれて安定が一番、普通が一番と言われることが多い。特に日本の親たちってそういう傾向が多いわけですよね。今日本の親たちが子供たちにならせたい職業、圧倒的にランキング1位は公務員だそうです。やっぱり安定が一番。私も実はこう見えて公務員の息子だったりするもんですから、子供の頃はひろあき、普通が一番だよ、何もないことが一番だよ、安定が一番いいことなんだよって教えられて育ちました。まあなぜか安定が一番と言われたら実にこう不安定な、ちょっと気の触れた子供になってしまいましたけれども、本当に私自身も人生失敗しかしてないっていう自負があります。本当にそうなんです。失敗と挫折しかしてないよって。もう本当に失敗やり失敗やり、谷あり谷あり、どん底あり失敗あり、そんな人生だったなって。今でも思いますけれども、でも、あの挑戦をしてよかったって心から思えるし、あの時の失敗談が今多くの人にとって勇気になってる。僕もこんな失敗をしたからあなたも絶対大丈夫って言ってあげれる自分を生きられてるんじゃないかなって、今はその昔の失敗談が自分のネタになり、コンテンツになり、そして美談になってるという本当に自負があります。人生はまさに失敗を恐れていると何もできない。だからこそ一歩踏み出していくことが本当に大切になっていく。迷ったらゴーですよね。迷ってるってことはやりたいってこと。迷ってるってことは挑戦したい自分がいるっていうこと。そんな時に自分の心の声に従って本当に一歩踏み出せるかどうか。もちろん、で、奥さんがもう反対してるとか、で、子供の未来を考えたら、なかなかそんなにね、ポップでキュートに挑戦ばっかしてられないっていう人も、本当にその気持ちをわかります。でも、その挑戦を全く忘れ去って生きるのか、頭の片隅に置いておいて、いつか本当に10年後、20年後かもわからないけれども、この挑戦をやってみたいんだっていうことを心に置いておきながら、それをまた勇気にして糧にしながら生きるってこともできるはずですよね。この本田宗一郎さんは素晴らしい言葉も残されていて、私の人生の一番の光栄だったことは何かっていうと、一度も失敗しなかったことじゃない。失敗しても這い上がる力を持ってたことなんだ。それが私の人生の一番の宝だったんだっていう、そんな言葉も残されています。まあ、私たち、このありがたいことに日本という国に暮らしてますんで、ちょっとやそっとの失敗で命まで奪われるということはほぼありません。しかも、この日本で大失敗をして、例えば事業で大きな借金を背負ってでも、もうね、飢え死にするってことは、まずありません。皆さんご覧になったことありますか？もちろんね、ゼロじゃないですけども、今の日本で本当に食べていけなくなって大失敗して自己破産して、本当にもう餓死してしまった家族、もう全員がっていうニュースってあまりないですよね。この豊かな国日本では、ちょっとやそっと失敗をしても、国の制度が守ってくれたりということもあります。もちろんね、一度自己破産をしてしまうと、その後ビジネスを立ち上げにくいとか、融資をしてもらいにくくなるとか、いろんなも、当然ね、デメリットってのもありますけれども、命まで奪われるわけじゃない。自分が本当にやりたいことに向けて、一回や二回、ね、小さな失敗、大きな失敗を繰り返しながらでも、そこに向かって人生を生きることができる。しかも私たちはこういった情報の、
たくさん、渦の中に生きてますので、情報もきちんと取りながら、できるだけ失敗も大きな失敗ではなく、小さな失敗をかき集めながら、ちょっとでも前に進み続けていくってことが、本当に大切になってきます。何かを成し得るときに、小さな失敗を成し得ずにするってことは、本当にありません。私はこうやって YouTube を毎日毎日皆さんにメッセージ届けるために、いろんな挑戦をしたり、いろんな実験をしたり、小さな失敗いっぱいあります。これやってみようって言って小さな失敗した。うん、やめとこうってなったりとか、これやってみよう。小さな失敗だけど、これやってるうちにできるようになるじゃないかと言って、ちょっとずつ成果が出るようになったりですとか、YouTube に限らず私のビジネス、全部そうです。講演家になる時も、小さな失敗いっぱいいっぱいかき集めながら、今この場所に立たせていただいてるって思ってるんですね。だからこそ本当にこの偉人、素晴らしい世界を変えた賢人である本田宗一郎さんの言葉、挑戦した後の失敗を恐れるな、何もしないことを恐れて、今日という日どう生きるか、明日自分が本当にやりたいことに向かってちょっとずつ1ミリずつでも前に進むことができるかどうか、この前進こそが人生に大きな違いを作るんだと思いますし、この言葉をちょっと心のどこかに置いておきながら、今日も挑戦し続けよう、今日も成長し続けようっていう人生を選択してみたら、皆さんの10年後20年後全く違う人生になるんじゃないかなと思います。素晴らしい言葉をくださった本田宗一郎さんにも本当に感謝しながら、皆さんの人生が明日も素晴らしいものになるように YouTube を通してまた応援しております。どうか皆さん幸せでいてください。またお会いしましょう。ありがとうございました。いってらっしゃい。大好きでーす。バイバイ。いつもご視聴ありがとうございます、チャンネル登録していただくと、日本を元気にしたい、日本中復活したいっていうね、私のメッセージがまた日本全国に届いていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。